はい、どうも、おはようございます。ガクチャンネルのガクです。まあ、こんばんはかな。どうも、公開してるのよ、ね。今日はね、用品をご紹介したいと思います。まあ、何かというとね、まあ、ここ最近ね、いろんなニュースとかで、結構煽り運転なんていうのもね、よく言われてることですけど、まあ、それがやっぱり怖くなって、まあ、最近バイクでもね、よくつけられてる方多く見かけるようになってきた、じゃん、こちらのドライブレコーダーね、バイク用というか、こちらのご紹介をしたいなと思います。まあ、紹介といっても取り付けね、をしたいと思います。で、とりあえず僕が買ったのは、これメーカー名とか、ちょっともうよくわからない。こういうやつ。ね。多分これシールも貼ってるから、多分いろんな、メーカーっていうかね、販売元は違うけど、結構、中華メーカーで、同じようなやつ多分売ってると思います。まあ僕が買ったのは概要欄にね、リンク貼っとくんで、もし、気になったら一回チェックしてみてください。特徴としては、1080p で、ソニーのね、このセンサーを使ってるということで、非常に絵が綺麗ということで、評判、まあ、Amazon レビューなんかは結構出てた商品になるんで、いいかなと思います。で、室内でね、一回ちょっと開封して通電してみたんですけど、絵も撮ってみました。室内ではね、結構綺麗に撮れてたんでね、かなり期待ができるんじゃないかなというふうにも思います。じゃあ、今からね、取り付けをしていこうと思います。僕が買ったのは本体と、あと別売でね、GPS のレシーバーだけが別売になってました。ね。これだけがね、なぜか、シンガポールからの発送になってて、ちょっと時間がかかりました。1週間くらいかな、多分。1週間弱くらいかな。だからまあ、これをね、GPS レシーバーを、つけてないと、ここ自体に電池が多分あんまりっていうか入ってないのかな、バッテリーが。だから日時とかがね、結構こう、消えちゃったりするんで、するみたいなんで、だから、買う人はこれ、あった方がいいと思います。じゃあ、つけていこうと思います。ではでは。はい、ちょっと工具だけ紹介軽くしとこうかなと思います。まあ、とりあえずね、こんな、スパナー関係ね、メガネとか、こんなんも使って、とりあえずやるのと、あとは、六角ね、あとは、このソケットレンチっていうか、こんなやつね、これも KTC のやつですけど、こんなのを使って、とりあえず、やっていこうと思います。で、一応こちらの方でね、タイムラプスの方を、これオズモアクションで撮ってますけど、そちらの方撮らせてもらって、で、オズモ、ポケットの方で、細かいところね、ちょっと撮っていけたら、まあ、わかりやすいのかなと思いながら、ちょっと、撮影をしてみようと思います。ではでは、行きます。
はい。で、よく考えたら入ってるものの紹介を全然取ってなかったので、ちょっとオズモポケットで取りたいと思います。とりあえずね、まあ、これはもうさっき言ってた GPS レシーバー、僕も開けてないけど、もう本当に、結構長い延長ケーブルが入ってます。ね。こんな感じです。かなり長いと思いますね。で、一応マニュアルが入ってます。これは GPS レシーバーの方だけね。で、この本体の方ね。本体の方は、一回これ僕も開けちゃってるんですけど、これがカメラね。カメラのケーブルが、ちょっとどうかなと。これ延長ケーブルがあるんで、まあ、それで止めていくんですけど。で、ネジ式になってて、しっかりロックができるようになってます。で、これが2つね。かなり、ちょっと広角な、感じで映るはずです。部屋でね、実験した時も結構広角で映ってました。で、これが本体。ここに液晶が映るような感じです。で、ですね。ちょっと液晶ね、ここら辺ブニブニやったらね、液晶がグニグニ動くような感じで。でも、なんですか、本体自体はね、かなり、こうしっかりした。プラスチックとかではないですね。この、表面だけが、なんか樹脂みたいな感じですけど、他は、かなりしっかりした鉄ですかね、になってます。で、ここは穴開いてて、まあ、専用のこう、こういうところにね、止めるような、ステーがあるんですけど、それを買えば、多分このネジ穴を使って、止めることになるんだと思います。で、よいしょ。あとは、保証書とか、説明書関係ね。これも日本語で一応印刷されたものが入ってます。でもこれケーブル言っても仕方ないけど、これ電源供給が、一応 USB、での供給、本体への電源供給もできます。で、他にはバッテリーから直結で電源を供給するケーブル。で、こちらの方がロック画ボタンね。一応電源がいったら自動録画っていうのもできるみたいなんですけど、多分その動画の、あれかな、事故したりなんかあった時の、多分、なんていうかな、ポイントを落とすような感じかな。お気に入りポイントっていうかね。多分そういう風な使い方になると思います。ちょっと詳しくは僕もまだ分かってないです。で、これが延長ケーブルね。延長ケーブル。延長ケーブルが多分2本かな。2本。で、あとは結束バンド的なやつかな。結束バンドとか、あと、なんかレンズの布とか、汚れ取る布とか、両面テープ。ね。こういったものが入ってます。あとはこれは、あれかな。ノイズを取るやつなんで、多分カメラのケーブルとかに多分ポイントポイントでつけていくようなやつですかね。が入ってます。あとはカメラの取り付けのステー。多分これがもう一個あんのかな？ステーが。ごめんなさい。ここにもうすでについてますね。これ何かな？本体か。本体のステーかな？そうそう、本体のステーですね。このネジもついてるしね。はい。ということです。はい。じゃあ、ちょっと取り付け、中断してたんで、ちょっとやっていきます。ではでは。はい、とりあえずね、ここのシートの方、どっちもね、外したんですけど、どうしようかな。とりあえず、リアは、やっぱり、この、リアフェンダーの、まあ、一番いいのはこの辺りだけど、コードの配線の処理があるので、どうしようかな。ちょっと考えないとダメですね。まあ、もうここら辺ちょっと見場が悪くて、はわしてもいいんだったら、ちょっとそれでもいいかもわかんないですけど。どうかな、この上の方。ここら辺にちょっとね、両面テープでこうステをつけて、やってもいいかなと思いますけど。どうしようかな。で、とりあえずフロントの方は、できれば、この辺りかな、につけれたらいいかなと思います。ではでは。はい、結構ね、本体位置をどこにつけるかっていうのをね、ちょっと悩んでたんですけど、まあフロントのこの辺りにつけたいんですけど、やっぱりステーがね、なかなか難しいかな。ちょっとなんかうまくこのね、棒の辺りにつけたいなと思ったり、あとここら辺とかね、まあちょっと考えようと思います。
まあとりあえずね、ディアのカメラにこうケーブル引っ張っていくので、僕使ってるのがね、結構ケーブル引くの、便利なのが、こういうやつね、こう、先っぽが、こう、広がったり閉じたりね、ここを押すことによって、広がったり閉じたりできるやつなんですけど、かなり便利です。蛇腹状になってて、ぐにゅぐにゅ曲がります。かといって、なんていうんですかね、これをね、こう、ケーブルを掴まして、こう、差し込ましていくんですよ。こうビューとね。結構ね、これ使いやすいです。僕は気に入って使ってます。もうかなり使ってますけど。製品名は、ベンディーキャッチャー。まだ売ってんのかな、この。ね。でも、この、同じ製品じゃなくても、違うようなやつでも、多分売ってると思うんで。もし、こんなやるんだったら、あってもいいと思います。ではでは。はい。だいぶできてきました。もう、とりあえずね、装着はしました。こんな感じで、リアとね、どっちもが映るような感じになってます。ね。で、ちょっとね、あれだったのが、これね、このカメラのね、この位置なんですけどね、撮れる、撮る方ね、どっちが上かっていうのを、これ、矢印書いてあるんですよ。で、ステートの兼ね合いでね、本当はこの裏側につけないとダメかな。これでも、ここの上番号灯があるんでね、これね、隠れちゃうとナンバーが、夜見えなくなっちゃうんで、まあ最初これ、反対になってたんですよ。この上下がね。で、結局ここにリングみたいなのがついてて、こう、回るようになってるんですよ。くるくる。だから、取り付け位置はこっちにつけてもこっちにつけても問題ない。状態ですね。言ってることわかるかな。だから上下はあんまり関係ないですね。このカメラがくるくる回るんで。ただ、まあ、なんていうかな、乗ってる時にね、これがなんかこう、ぐらぐら、こう、ちょっと、緩んでくるっていうか、位置ずれ起こさないかどうかはちょっと心配なんですけど。まあ、そんな感じです。ね。で、フロントの方は、この、下につけました。ライトの下ね。こんな感じになってます。はい。で、GPS のやつは、これね、ちょっと一回つけてて、電源コードとの間に割り込ませて挟むような、つなげるようなコードになって、ちょっとわかりにくいな。ね。だ普通だったら、これ電源コードが直に本体の方に行くんですけど、その間に、このね、何ですか、この二股みたいなやつが GPS のこのユニットのやつと一緒にこのケーブルがね、ついてて、で、電源コードとの間に割り込ませると。まあ、どうなのかな、このブレーキフルードのこの辺りなんかは、あんまり使わないから両面なんでね、ちょっとつけとくのでもいいかもわかんないですね、GPS。ね、レシーバー。はい。まあ、とりあえず、ちょっと組み立ての方をやっていこうと思います。まあ、ケーブルがここら辺ね、ちょっともう、かなりパンパンなんですけど、まあ仕方ないですね。ではでは。はい、どうも。とりあえずね、今、組み直しました。一応ね、全部ね。で、まあ、こばごばね、つけてたところは見てもらったと思うんですけど、今ね、状況の方をちょっと見てもらおうと思います。ね、ではでは、とりあえず、これでもうそのままいきましょうね。はい。とりあえず本体はここに、つけました。ね。まあ、多少ね、両面テープなんで、ちょっとふらついてる感じはしますけど、ここで、とりあえず結束バンドで止めてるんで、まあ、脱落する可能性はないと思います。で、あと1個ね、ここを、最初の時に録画ボタンっていうか、なんかこう、なんていうの、撮影してるポイント、とかをこう、ボタンみたいなのがあったんですけど、もうめんどくさいんでつけてないです。つけてなくてもとりあえずね、いけそうだったんで、もうそれでやってます。で、配線の方はちょっとごちゃごちゃしてますけど、まあ、なんとか収まったんで、これカメラのケーブルですね。これ電源です。ね、まあ、大丈夫だと思います。ところどころで結束バンドは止めてます。で、フロントカメラがこんな感じ。ね、この前に、で、リアの方が、まあ、ケーブル自体はこの中をね、通ってるような感じで、リアは、この間から無理やりちょっと強引に出しました。ここね、で、
まあ、これもあんまりちょっとやりたくなかったんですけど、結束板あのこの両面テープ留めるやつね、一応ステンのやつを使っています。まあでもここだから場所的に錆びると思うんでね、まあ、一応ステンですけど、もう仕方がないんでね、ここは止めるとこがないんで仕方ないんでやってます。でリアカメラがこんな感じね、こんな感じになります。じゃあとりあえず今からちょっと端に行ってその映像をね見ていただけたらなと思います。ちょっとお昼もうそろそろお昼なんでお腹空いたんでご飯食べに行きたいと思います。ではでは。